テテ州は、モザンビーク西部の内陸州である。面積は10万724平方キロメートル。人口は138万8205人。州都はテテシ、テテ市。テテ市と、次の12の地域からなっている。アンゴニア、サンガの、マカンガチフンデ、チフンデ、チウタ、モアティゼ、ズンボ、マゴエ、マラビア、マラービア、カボラバッサ、カホーラバッサ、チャンガラ、 ムタララ、テテ州の地図もザンビークの内陸部に位置し、マニカ州、ソファーラ州、ザンベジア州のほか、マラウイ、ザンビア、ジンバブエの3カ国に接している。周囲は山に囲まれており、中央ザンベジ川が流れ、上流にはカオラバッサ、カホーラバッサダムによるダム湖のカオラバッサ湖がある。このダムによる、 発電所は内戦時にはたびたび破壊工作の標的にさらされた。最近はテテシ近郊のモアティゼの炭鉱開発が注目されており、鉄道の復旧も検討されている。ザンベジ川沿いの州都テテシはモザンビークでも最も暑い場所と言われているが、マラウイ国境沿いの北部アンゴニアなどは高原で夏でも過ごしやすい。ありがとうございます。